こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロの新作のシャツの中で、めちゃくちゃいいものを発見したので、皆さんに全力でご紹介をしてみたいなというふうに思っています。まあ、ユニクロのシャツって結構サイトで見てもらうとわかるかなと思うんですが、ものすごくたくさんのバリエーションがあるんですよね。まあ、その中から何を買えばいいかわからない方も多いかなと思うんですが、今回ご紹介するシャツは、多くの大人の男性にとっては、マストとなるようなアイテムかなと思うので、早速、 ご紹介してみたいと思いますこちらのシャツなんですね ちょっと真っ白なので、白飛びしてしまうかもしれないので、ちょっと画像をですね、こちらの方に載せておきたいなと思うんですが、商品名はですね、エクストラファインコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツということで、結構名前が長いんですね。価格は2990円ということで、相変わらずのユニクロらしいですね、お買い得なですね、プライスになっているんですが、これが使い勝手抜群にいいんですね。今撮影してるのは1月なんですけども、まだまだこの このシャツ、一枚で着るには寒いかなと思うんですが、実はこのシャツ、重ね着に使い勝手が抜群なんですね。例えば、ニットだとか、パーカーだとか、そういったものの内側に入れてあげて、襟元だとか、その部分を見せてあげるだけで、気の利いたレイヤードを作ることができます。また、暖かくなってきたら、春はこれ一枚でも着ることができますし、あとは、ちょっと肌寒かったら上にカーディガンを着るようなスタイルもできたりするので、実はですね、一枚あれば、 一年中使えてしまうような超万能なシャツなんですね。今回はこのシャツをですね、徹底的に解説をしたいなと思ってるんですが、まずは素材がすごくいいんですよね。まあ素材にはエクストラファインコットンを使ってるわけなんですが、 面下全体の5%ぐらいしか取れないようなかなり上質な素材を使ってるんですね。表面に柔らかな光沢感があってしなやかですごく上品。これがですね、最大の特徴なんですが、白シャツというシンプルなアイテムだからこそ素材の持つ上品さというのはすごく重要なんですが、このようなクオリティの高いシャツを3000円で出してしまうというのは本当にユニクロならではのですね、魅力なのかなというふうに思っています。で、襟元はスタンドカラーということでちょっと今っぽいアプローチではあるかなと思う 思うんですね。ちょっと苦手意識を持ってる方がいらっしゃったりだとかどう合わせればいいかわからないという方も多いかなと思うので今回は着こなしの事例たくさんお見せしたいなと思っているんですが、まあ、このようなシャツの利点として重ね着がめちゃくちゃしやすいんですよね襟元がすっきりしている利点っていうのをですね今回コーディネートの中でお伝えができればなというふうに思っています、まあ、サイズ感も今っぽくですねちょっと緩めになっているんですねこのあたりも含めて今のトレンド感を活かしながら ユニクロらしいベーシックさんも押さえているような非常に便利な一枚なので今回はこちらを着ながらですねどう着こなしの中に活かしていけばいいのかこのあたりも含めて徹底的に解説をしていきたいなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速行ってみましょう はい。ということで、実際に来てみました。いかがでしょうかちょっといろんな角度からお見せしたいなと思うんですが、まずは正面の感じですね。続いて横ですね。竹の長さ、前と後ろでややちょっと変えていまして、後ろの方が少し長めになっていますね。後ろから見た感じもこのような形になっています。 ということで、なかなかバランスのいいシャツに仕上がってるかなと思います。ちなみに僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、今回選んだのは M サイズです。まあ、これぐらいのサイズで少しゆとりのあるような今っぽいトレンド感が出るのかなと思います。オーバーサイズシャツという名前の通り少しゆとりはあるんですね。まあ、肩のラインを見てみると、ここですね。ちょっと肩も落ちていますし、身幅にもゆとりがありますので今っぽいシルエットになっているんですが、だから と言ってすごい極端なトレンド感ではないので大人の男性でも結構着やすいかなと思うので皆さんがいつも選んでるサイズを着ていただければちゃんとトレンド感が出せるのかなと思いますまあ、もうちょっとトレンド感を強く出したい方はあえてもうワンサイズぐらい上げてもいいかなと思うのでこのあたりはですね好みで選んでいただきたいなと思っています、まあ、デザイン的にはすごく無駄のないミニマルな雰囲気になっていましてポケットがですね左胸についてあるぐらいであとは本当にシンプルな作りになっているので だからこそ重ね着がしやすかったりだとか、コーディエートの中に違和感なく馴染むかなと思うので、これはかなり使い勝手が良さそうですね。あとは素材の質感ですかね。本当に肌触りがいいんですよ。先ほどもお伝えした通り、希少な蝶々面を使っているので、しなやかで触り心地もいいし、あとは表面の光沢感ですね。このあたりも美しさが伝わればいいなとは思っているんですね。シンプルな白シャツだからこそ素材の持つ美しさってすごく 重要だと思いますしあとはデザイン面ですねやっぱりユニクロのアイテムってすごくよく考えられていて年々アップデートされてるのでこれまでの経験がぎっしりと詰まったようなすごくバランスの良い,いデザインになっているのも個人的には好印象な点かなと思っていますまずはシンプルにですね白シャツにデニムスラックスを合わせたようなスタイリングなんですがこれだけでもですねそれなりに様にはなるんですがちょっとこのようなベーシックなアイテムというのは着崩したりだとか重ね ネギをした方ががより使い勝手がいい勝手かなと思うんですね例えば、今はですね、第1ボタンは開けた状態なんですが、これをですね、春先、もうちょっと暖かくなったら、ちょっと腕をまくってもらったりするのもいいんじゃないのかなと思います。腕をまくることで、腕時計だとか、まあ、こちらの手にはですね、バングルをしていて、ちょっとアクセサリーをつけているんですが、まあ、このようなものが見えるだけで、ちょっとこなれ感が出るかなと思います。そして、第1ボタンを開けてるだけなんですが、これ、第2ボタンまで開けて、 でもいいと思います下には白 T をですね着てちょっとこう襟元からですねカジュアルな雰囲気を出してあげるという感じですねこのように少し着崩した感じというのも割と春先にはいいかなと思いますまだまだですね寒い時期が続くかなと思うので想定しづらいかもしれないですがまぜ、あ、ひこういった1枚のスタイルも楽しんでいただきたいなと思いますね そして、このシャツのやっぱり良さというのは、重ね着にあると思うので、この後ですね、こちらをベースとしながら、重ね着の事例をですね、いくつか皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。 はい、ということで、ここからですね、具体的な重ね着の方法ですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、個人的にすごく好きなのは、このような白のバンドカラーシャツに、ジャケットを合わせるようなスタイリングなんですね。今上に着てるのは、よく動画で着ているですね、ダークグレーのダブルのジャケットなんですね。少し緩めのサイジングのジャケットなんですが、こういったものをさらりと上に着るようなスタイリングが、めちゃくちゃこのシャツと相性がいいかなと思います。まあシャツ自体 ちょっとオーバーサイズなので少しですね後ろからシャツが出たりだとかまあカジュアルな雰囲気も出つつすごくですね上品さもあったりするので個人的にはこういった着こなしすごく好きなんですね、まあ、ボトムスはですねカーゴパンツとかベイカーパンツオリーブ系のもので少しカジュアルさを出しながらというのもすごくバランスがいいんですねこのような白シャツって結構真面目に見えるので黒パンとかと合わせるとビジネスライクに見えすぎちゃうので個人的には今 履いてるようなオリーーーブ系ののカーゴパパンンツツだとかワークク、まあ、先日もご紹介しましまたがユニクロのこういったユーティリティィリパンツですねこの辺りと合わせるのもすごく相性がいいかなと思います。このようなちょっとやぼった色のボトムスを小綺麗に見せるためにはこのような白シャツがものすごく便利なんですね。ぜ、ま、ひ、あ、皆さんもこのような着こなしをやっていただきたいなと思います。足元はニューバランスですね。ちょっとトレンド感を漂うような形でジャケット着てるんだけどもカジュアルな雰囲気を出 してあげるととすごく相性がいいかなと思うのでまず一つ目は上にジャケットを着るという方法ですね。これ簡単なのでぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて二つ目のコーディネート事例なんですが、白のスタンドカラーシャツの上にですね、春らしいカーディガンですね、こういったものを羽織ってみました。重ね着としてはジャケットのようなより綺麗めなものもいいんですが、カーディガンぐらいの適度なカジュアルさのあるものにもですね、このようなシャツってものすごく相性がいいんですね。これ今着てるのは昨年購入したグリーンレーベルのですね、ダークグリーン系のカーディガンなんですが、このような綺麗な色のカーディガンとも相性が良かったですので、まあ お持ちのカーディガンとと合わせててていいいたただきたいなと思っていますまた、このような白の綺麗なシャツには、ボトムス、デニム系もすごく相性がいいんですが、個人的には適度に大人っぽさが出るようなデニムスラックスみたいなものがすごく相性がいいなと思っています。今履いているものは自分のところで作っているですね、層のデニムスラックスなんですが、まあ、このようなちょっと綺麗めな大人っぽく見えるようなセンタープレスの効いたデニムライフ なパンツなんかにもすごく相性がいいのでぜひ、まあ、皆さんもですねこのようなコーディネートも一つの参考にしていただきたいなと思っていますはい続いてのですね着こなし方なんですが、まあ、正直ですねこちらのシャツはですねこのような着こなしがしたいからこそ購入したと言っても決して言い過ぎではないかなと思ってるんですがちょっと近くでお見せしますね 内側見ていただきたいんですが、このスタンドカラーのシャツの上にですね、丸首のニットを着るというスタイリング、僕はこれが大好きなんですね。そうすると、襟元と裾の部分から白シャツがちょっと見えて、レイヤードが気の利いた形でですね、表現できるというのが、個人的にはすごく好きなんですよね。まあ、丸首のニットって結構使い勝手がいいんですが、どうしても襟元がちょっと空いてしまったりだとか、着こなしが単調になってしまうというところが あったりすするんですけどもまあ、そんな時にこそ、このような内側にスタンドカラーっていうのはめちゃくちゃ便利だなと思っていまして、まあ今回はあえてですね、モノトーンっぽいもので着こなしを全部構成してるわけなんですが、そういった時にこそ、襟元から裾から白が覗くことで適度にですね、清潔感だとか明るさを出すことができるので、まあすごく気の利いたレイヤードに見えるんですね。まあぜひ皆さんもですね、手持ちの丸首のニットとですね、この シャツを合わせてみてみください今はこのようなダークグレーのですね、ニット。これは僕のブランドのものなんですが、こういったものが起きていますが、まあ、コントラストをちゃんとつけてあげるのもいいと思いますし、意外とですね、こちらのような オフホワイトとかナチュラル系のニットとも相性がいいんですよ。シャツ自体がもう本当にパキッとしたホワイトなので、こういったものとちょっとこう黄みがかったホワイト系のものなんかも相性が良かったりするので、かなりですね、ニットとの合わせはこの白シャツいいと思います。まあ、他にもロイヤルブルーとかネイビーだとか、いろんなニットとですね、この白のスタンドカラーシャツ合うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、ちなみに僕は 普通の丸首を使っていますがモックネックのニットで襟元は白シャツ見えないんだけども裾だけちょっと見えるというのもバランスが良かったですのでまああらゆるニットと相性がいいのでぜひ皆さんこのような重ね着も試していただきたいなと思っていますはい続いてラストはですねパーカーとの重ね着なんですがこれも僕はよくやるんですね まああんまり見えないんですけども、襟元とかから少しだけですね、白シャツが覗き、あとは主に裾の部分ですね、このあたりに白シャツが覗くことで、パーカーというですね、本来めちゃくちゃカジュアルなアイテムも少しだけですね、小綺れさが漂ったりだとか、あとは全体的な色の重さをですね、解消することができるので、まあ、このような使い方してあげるのもなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。意外とこのような着こなしってまだまだやってる方は多くないんですが、 結構ファッションショーみたいだとか、おしゃれが好きな方の間では、シャツとパーカーの重ね着ってよく使われるものなので、まだやったことがない方はですね、ぜひ頭の片隅に置きながら、一度トライしてみるといいかなと思います。まあ、このように一枚のですね、スタンドカラーシャツがあれば、様々な着こなしが想定できるんですね。今はパーカーと合わせていますが、この上にですね、さらに冬であれば、コートを着るような着こなしもいいと思いますし、重ね着をして様々な層を見せることで、着こなし の奥行きを作ることができて、おしゃれに見せることもできるので、ぜひ皆さんもですね、ニットですとかパーカーを使いながら、少しこのようなスタンドカラーシャツを覗かせるようなスタイリングも試していただければなと思っています。 はい。ということで、いかがでしたでしょうか今回の動画では、ユニクロの新作となる、エクストラファインコットンオーバーサイズスタンドカラーシャツ、2990円のアイテムをですね、皆さんに徹底的に解説をさせていただきました。決して単品で見た時に派手さのあるアイテムではないんですよね。ベーシックで、スタンダードで、使い勝手のいいシャツとして、1枚あると、今回ご紹介したように、主役で1枚で着ることもできれば、重ね着ですね。 ジャケットの内側に入れたいだとか、カーディガンと合わせたりだとか、あとは丸首のニットですね。 もしくはパーカーのような内側に入れ込みながらのスタイリングもできたりするので非常に万能なアイテムだと思います通年で活躍できるようなアイテムってそんなに多くはないかなと思うのでぜひ皆さんもですねこの機会に試してみていただきたいなというふうに思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしたいなと思っているんですがもう少し中級者向けのセレクトショップのオリジナルのアイテムですとかドメスティックブランドのアイテムなんかは 僕はもう一つ運営してます。YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりと解説をしています。週に3、4本のオリジナルの動画と、そのうち1本はですね、ライブ配信もやっています。皆さんからのご質問に直接お答えしながらですね、ワイワイと楽しむようなチャンネルをやっていますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンもですね、開催をしています。そちらの方では、文章と写真ベースで おすすめのアイテムをどんどんですね、ご紹介しています。僕の方でも1日2回ほど記事を投稿していますし、あとは僕以外のスタイリストの方も多数在籍をして記事をアップしてくれています。また、さらには参加者の皆さんも記事をアップすることができるので、日々様々な記事を読むことができるので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。